か気のせいでしょ。でも森がなくなったら二酸化炭素でいっぱいになるんじゃない？でも森は田舎にたくさんあるし、それぞれの役割を高めていけばいいんじゃないの？名古屋の緑はどんどん失われています。でもヒートアイランド現象とか熱中症とかそういうのを抑える効果ありそう。ああ、それあるかも。ゲリラ豪雨とか川の氾濫で被害に遭う人も増えてるし。森そのものが生き物です。都会に森があることにより安らぎや癒しのほか、ヒートアイランド現象緩和など生き物からの恵みを受けることができます。でもそれだけでしょうか。今は人間のことばかり話してるけど、他の生き物についても考えるべきなんじゃないかな。生き物って虫とか？虫？虫はいらないな。そんなに嫌わないで。この森にどれだけの生き物が住んでいるかよーく見てよ。この森に住んでいる生き物は食べる食べられるの関係でつながっているんだ。命はつながっているんだよ。虫がいなくなったらどうなるの？虫を食べる生き物もいなくなるんじゃない？じゃあもし田んぼにいるアメンボとかヤゴがいなくなったらどうなるの？そうしたら田んぼにいるカエルとかもいなくなっちゃうんじゃないかな。あー、でもカエルがいなくなったら鳥もいなくなっちゃうかもしれないよね。そうやってつながってるってことは僕たちの食べ物がなくなる可能性もあるってこと？そういえばミツバチがいなくなったらほとんどの野菜がなくなるって聞いたことある。そうなんだ。そんなところにも影響出るんだ。そうなんだよ。みんなたくさんの生き物のおかげで生きていられるんだよ。よーく周りを見てごらん。たくさんの命に囲まれているよね。その一つ一つが大切なつながりなんだよ。森では植物も動物も小さいものも大きいものもいろんな命のつながりを実感できます。生き物はお互いにつながり合い支え合って生きています。私たち人間もそのつながりの一部です。